気づいたらみんな嫉妬。その後どうしろっていう。やっぱ最初めっちゃびっくりするよね。はい、どうも淡路暮らし、たけです。ワニくんです、今回は淡路島に我々が移住して感じたデメリット、これを7点紹介していきたいと思います、うん、移住して感じたデメリット。1つ目、はい、噂が広がりやすい。気づいたらみんな嫉妬。怖いよねこれね。これはすごい。一番僕、あ、東京と違うなって思ったのが、車運転してたある時、うん、したら急に電話が鳴って、で電話出るのよ、うん、そしたら淡路島で知り合った人から、あ、もしもし、翔吾くん今どこどこおったやんなって言って、え、なんで知ってんのって言ったら、いや、車のナンバー〇〇〇〇やろって。怖っ。おいたができないと思って。車のナンバー覚えられてる。そうなのよ。だからどこ行ったとかすぐ分かる。そこは一個びっくりしたね、あまりのギャップに。なんかこう淡路島の人と、なんか淡路島の悪いとことかちょっと困るとこどこだろうねって話しても結構上位。うん、そう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 、この話題は。そうなの。だから知っててやってんのよ、淡路の人は。価値が悪い。面白いところでもあるけどね。まあ人のつながりがこうね、やっぱりちゃんとしてるっていうのは田舎の良さでもあり、こういう悪い方にもつながりやすい。そうですね。続きましてデメリット2つ目、車社会。淡路島は電車がそもそもないから、ね、公共の1時間に1本大きい施設もあるバスみたいなのあるけど、うん、車ないとまあ生活はできないよ、ね、うん、ないない。で、僕としては別に満員電車に揺られるぐらいだったら、うん、自分で車で運転できちゃう方が楽なんだけど、うん、夜酒を飲みに行くってなった時にもう毎回代行を頼まなきゃいけない。運転の代行ですね、うん、結構高いよね、しかもあれね。高いし、代行が忙しい日にかけると、ちょっと30分行けないんだけどって言われて、うん、あ、そんなことあるんだ。今帰りたいですからの30分はなかなかきつい。お酒気軽に飲めないよね、夜ね。そうだね。俺今日ちょっと運転あるからみたいな。それはなんかやっぱ電車あるとね、いくら酔っ払っても帰れるけどみたいな。そうなんだよね。淡路島のデメリット3つ目、はい、遊ぶところがない。若い人からすると特にね。そうだね。映画館もね、大きいとこないよ。大きい映画館はないね。唯一ね、ある映画館は、うん、我々取材行ってきたんで、ぜひそちら見てもらえたと思いますけど例えば鬼滅の刃なんて見れないですよ。見れないね。間違いないね。あとやっぱ一個どうしても言いたいのはカラオケのフリータイム。これがびっくりして、東京だとさ、うん、その始発までがフリータイムだっていうテンションで行くじゃないですか。で、僕その日夜の11時ぐらいに地元の若い子たちとカラオケ行って、じゃフリータイムでって言って入ったの、うん、そしたら1時45分にフロントから電話かかってきて残り15分ですって言われて2時までのフリータイムってある？2時に叩き出される。2時に出される。その後どうしろっていう。そうなんよ。2時に終わるし、平日は0時までらしい。フリーじゃないじゃん全然。そうなのよ。それ寂しいな。朝まで歌おうぜみたいなのはできない。面白いねそれ。これはちょっとねギャップだよ。確かに。淡路島のデメリット4つ目、東京での常識的な会話が通じない。まあこれはまあ人によるっちゃよるんですけどね、うん、僕もすごい感じるんですけど、うん、まあ一言で言うと、まあ、淡路の特にご年配の方はぶっきらぼうというか、うん、怒りっぽいというか、結構喋っててストレートにこうものギャーっていう人が多い、うん、そうだね、印象がありますね、うん、オブラートっていう概念がないんだろうね、うん、まあなんかそれも良さっちゃ良さだし、うん、その人の気質なんですけど、僕も仕事でこう職人さんとお付き合いすることとかたまにあるんですけど、やっぱりどうしても弟子に向かって話すよ、まあ、特に僕若いので、うんうんうん、そういう人に対してって結構口調が、いやこうやろうかみたいな、うん、お前はなみたいな、お前はこうしたんやみたいな、怖っ。そうそう、漁師町とかそういう方多いかもしれないですけど、うん、なんかこうそういう口調が荒いとか、うん、この淡路島特有の物言い厳しい方多いなって印象はありますね、うんうん、やっぱ最初めっちゃびっくりするよね。やっぱ淡路弁がちょっときついってことそれはあるかもしれないね。まあ関わってみればいい人やから、まあ、ちょっと喋り方っていう、そうだね、側面もびっくりするよ、ね、そうびっくりするかもしれないですね、うん、淡路島のデメリット5つ目、運動不足に陥りやすい。都会に住んでると駅までは絶対歩くじゃないですか。なんかそれがごっそり家からもう家の駐車場までの距離歩いて、うん、したら目的地まで車で行けちゃうから。そうなんだよね、ほんと歩かないよ。車社会の悪さがここにも通じてくるね。ね、
僕はもう急いで近所のジム契約して、でもジムも少ないんだよね、うん、少ないね。そんな都会みたいにティップネス駅前にあるとかそういうのないし、うん、結構車飛ばさないといけない時とかもあるし、うん、まあしようと思えばできるんだけど、まあね、東京よりはしにくいっていうのあるよね。そうだね、だってもう車道だしね。間違いない。車道走っててもなんか怒られるし、確かに歩きにくいね。そう、なんかたまに海沿いきれいなとこ走って、ああこれはまあ田舎の良さかなって思う時あるけど、うん、わざわざそこまで車で行くのっていう気もしてきちゃう。淡路島のデメリット6つ目、はい、Wi-Fi 使えるカフェが少ない。困るよ、ほんとに困る。なんかやっぱさ、家だと作業しない時ってあって、うん、なんか外出て気分変えて、うん、よし仕事しようってモードになりたい時に行ける場所がマックしかない。いやほんとどうにかしてほしいね。だってマックもだって言っても1時間で切れちゃうじゃん。そうなんよ、1時間で終わる。そう、まあ、だからほんとポケット Wi-Fi 持つか、もう家に回線引いて家でやるかしかできない。うん、なんかね、手軽にドトールみたいな場所があるのはありがたかったんだなっていうのは感じるよね。多分そもそもそんなパソコンで仕事をしてる人の人数がいないんだろうね。デメリット7つ目は、ローソンファミマが中心。うん、コンビはたくさんある。ただローソンファミマばっかり。これは別にローソンファミマが悪いって言ってるんじゃなくて、実ではないですけど、でもセブンイレブンに行きたい時もあるじゃないですか。あります。で僕結構セブンイレブン好きなんですよ、うん、なぜかというとご飯が美味しくて、うん、たまにすごい食べたくなるんだけど、セブンがね、セブンないね。ファミマとかにもまああるけどちょっと違う。確かに、なんかローソンファミマじゃないんだよな今日って時あるよね。そう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 。とここまで7つデメリット紹介してきましたけど、まあ僕からするとこのデメリットもメリットに変換できるぐらいの許容範囲のもので、車社会っていうのも、まあ、電車とか比べれば全然ハッピーだし、遊ぶところないって言っても、まあ、日々のね、海山田んぼ、まあ、新しい経験もたくさんできたんで、そういうものが好きな人にはいいかもしれませんね。自分の譲れない条件はどこかっていうのを整理するのは大事かもしれないですね。そうですね。そしてこの動画を見て、わー淡路島やだなって思ってるそこのあなた、メリット動画も上げてるのでぜひ見てみてください。はい、それではもしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、アディオス。アディオス。